時は大東亜戦争末期、日本軍は物量で勝るアメリカ軍に押され、南方の資源地帯と本土を遮断され、日本近海でさえ安全ではなくなっていたぜ。去年のレイテ沖海戦で敗れ、連合艦隊の戦力はもはや底をついていたもんね。というのも、連合艦隊が動けない一番の理由は石油だったぜ。普通、艦隊が作戦を起こそうと思ったら200万トン以上もの石油が必要なのが、敗戦直前のこの時期には34万トンしかなかったのぜ。この量の石油じゃろくな訓練も残存艦艇の安全な場所へ退避させることも不可能。まさに、連合艦隊は虫の息ね。一方のアメリカ軍は硫黄島を陥落させた次の目標は沖縄だったが、それを取るには九州方面に展開する日本の基地航空隊が邪魔だったのぜ。実際、日本基地航空隊は終戦直前まで沖縄方面に航空援護をし続け、アメリカ軍を苦しめ続けたから潰すのが妥当ね。こうしてアメリカ軍は3月18日、空母12隻を機関とする第58任務部隊はレイモンド・スプルーアンス大将指揮のもと、航空機1400機以上を用いて九州、四国、近畿地方に猛攻撃を仕掛けるぜ。この攻撃に対して第5航空艦隊司令長官能垣まとめ中将は特攻機69機を含む193機で米機動部隊を迎撃。これが九州沖航空戦ね。日本軍は攻撃隊の約8割に当たる161機の他に上空援護のゼロ戦47機撃墜という損害を受けていられた戦果は、米空母イントレピッド、ヨークタウン、エンタープライズ小破と29機撃墜という割に合わないものだったぜ。こうして九州の航空隊を叩いた米機動部隊だが、内地に残る連合艦隊の残存艦艇も少なからず脅威だったぜ。実際、戦艦大和や伊勢、日向、空母天城、葛城などの大型艦艇が残っていたもんね。そして空襲は翌日の19日に断行されることになるぜ。ここに真珠湾攻撃の100倍返しとも言える米機動部隊による本格的な呉空襲が決行されるぜ。米機動部隊が四国南東端の室戸岬から89メートルまで接近、980機もの艦載機を飛ばし呉軍港に空襲を開始したぜ。一方湾内の艦隊は対空砲火による迎撃を開始、また真珠湾攻撃やミッドウェイ海戦で航空参謀を務めた源田稔大佐が率いる、343航空隊通称剣部隊の四電、四電海の合計63機が松山上空で米艦載機を迎撃。343航空隊は海戦初期からの艦の直しや林義重、押渕隆などの歴戦の撃墜王が集められた精鋭部隊で、四電海も当時最新の局地戦闘機であり、アメリカの主力戦闘機である F6F ヘルキャットと互角に戦える能力を持っていたのよね。詳しくはゆっくり解説。帝国海軍最強の戦闘機がヤバすぎる？四電海最強の戦闘機はどのような活躍をしたのかを見てね。源田大佐は出撃343航空隊の全パイロット宛てに、こらえこれで十分という状態で挑めたい草の例などない。目標は敵戦闘機、爆撃機には構うな。と訓示したぜ。爆撃機ではなく戦闘機を攻撃させたのね。343航空隊は米艦蒸気160機の中に果敢に攻撃を仕掛け、集団戦法を意識した戦術や地上からの管制などもあり、日艦16機に対して58機撃墜を報じ、見事な大戦果を挙げたぜ。実際アメリカ側が受けた損害は16機だったから戦果は課題だけど奮戦したのは確かね。ちなみに空戦の戦果が課題に発表されているが、これは仕方のないことで、戦果の確認はパイロットの証言をもとに作成されるのだが、1機の航空機が墜落していくのを何人ものパイロットが見ているから、どうしても戦果が課題になってしまうのぜ。確かにアメリカ軍も松山上空戦で日本軍機50機を撃墜したと報じていたわ。だから、日本もアメリカもわざと戦果を大きく見せようとしていたのは事実だが、基本的にはちゃんと調べて発表していたのぜ。そうだったのね。またこの日、海軍の第5航空艦隊は出動可能な全航空戦力を持って米機動部隊に対し反撃を開始。この反撃には4式重爆飛竜を装備した陸軍雷撃隊2個飛行船隊も加わり、特攻を交えた攻撃を加えた。飛竜は陸軍の爆撃機で高馬力エンジンによる安定した飛行性能を発揮でき、実戦では海軍の指揮下で雷撃任務などを行い数々の激戦で活躍したのよね。そして夜明け直後の7時頃、陸上爆撃機銀河が雲の合間から米空母フランクリンに対して250キロ爆弾2発を投下した。銀河は一式陸攻の後継機として開発された海軍の攻撃機よね。直後にこの銀河は撃墜されたものの投下した2発ともフランクリンに命中。これらは飛行甲板を突き破り格納庫内で爆発したぜ。フランクリンが遊軍機と間違えた隙を見事についたのね。ちなみに爆弾を命中させたのは艦上爆撃機彗星であるという説もあるぜ。飛行甲板上には神戸港を空襲するため待機していた爆弾やロケット弾、燃料を満載した多数の攻撃機が誘爆。フランクリンは大爆発を起こし、無線通信が不能となり、上部構造物は半壊し艦としての機能を失い、放棄するという案も出たほどだぜ。しかし、フランクリン乗員の決死の消火活動により沈没は免れ、無事本国へ移行されたぜ。お得意のダメージコントロールで他国の空母なら強沈してしまうような状況になっても生き残るのね。また同日米空母はスプにも500ポンド鉄鋼爆弾1発を命中させ大破させているぜ。米機動部隊に一矢報いることができたのね。とはいえ、米機動部隊による空襲を妨げられるほどの戦果ではなく、そのまま呉軍港に停泊中の艦船や工廠が攻撃された。ちなみにこの攻撃の戦果を第5航空艦隊の司令部は空母5000艦に従順1軽順に負傷1を撃沈したと思っていたぜ。
これが後々災いとなるのよね。話を戻してこの頃の日本軍艦艇はほとんどが予備艦であり、湾外に逃げることもできないため、停泊しながら対空砲による反撃しかできなかった。予備艦とは名目上は鎮守府、警備府に所属して任務に属している。軽微な整備で出動ができる艦船のことだけど、実態は撃ち放題だったよ。停泊中の戦艦春名や日向、空母天城、葛城、流砲なども撃ち放題として反撃を開始するも焼け石に水。日向に爆弾3発、軽巡洋艦大淀に爆弾2発、資金弾数発、春名、天城に爆弾1発ずつ、流砲にロケット弾数発が命中。他にも戦艦大和や重巡洋艦とね、空母海洋、潜水艦2隻が損傷した。これらの攻撃により日本の乗組員約780人が戦死、約2000人が戦傷、また湾内に機雷がばらまかれたことで呉軍港は港湾としての機能を失ってしまった。大きな損害を被ったけれども沈没艦はなかったのね。これで19日の空襲は終わった。この空襲の後、生き残った大型艦は船体を隠すために松などの木の枝や土で天然の島にカモフラージュされた。ちなみに、この偽装についてはほとんど役に立たなかったと言われているよ。その後各艦は予備艦から特殊警備艦へ艦種が変更された。名称こそ変わったものの撃ち放題であることは変わらないのよね。しかし、戦艦たちの多くはマリアナ沖海戦後の改修で大幅に増設された対空火器や、副砲の大半及び対空式装置などが陸上防衛のため引き抜かれてしまった。これじゃあ、もっと守りにくくなるわね。翌日の20日には大岡を搭載した一式陸攻18機通称信頼部隊が出撃。大岡とは日本海軍の特攻兵器で機首部には1トン近くの鉄鋼弾を抱えており、ロケット推進で敵艦に突入するものだったよ。しかし、護衛戦闘機の数が足りていなかったこともあり、信頼部隊は米戦闘機の迎撃によって全滅してしまうぜ。悲惨ね。そして、7月24日に米艦載機約870機による空襲が再び始まる。この日も第343航空隊は迎撃のため飛び立ち、16機を撃墜した。しかし、米機動部隊の攻撃を止めることはできず、春名が20発以上の命中弾を受けて大破浸水、着底。沿岸の岬沖海戦で活躍した伊勢、日向も激しい波状攻撃により艦橋に直撃弾を受け、艦橋以下多数の指揮官が戦死してしまったぜ。両艦とも沿岸の岬沖海戦ではレイテ湾に突入する栗田艦隊の援護のために米機動部隊を釣り上げることに成功し、他に参加していた随閣などの生き残っていた空母が次々に沈められていく中、伊勢と日向は適切な回避運動によりほぼ無傷の状態での生還に成功し、米機動部隊を率いていた春勢中将に老練な艦長にしてやられたと言わせたのよね。詳しくはゆっくり解説レイテ沖海戦の真相、栗田ターンは適切な判断だったのかを見てね。これが原因で伊勢と日向が集中的に攻撃を受けたのかもな。ちなみに、この時伊勢が着底する前に放った砲弾が帝国海軍の戦艦の最後の主砲発射だったぜ。この時、生き残った戦艦たちにはダズル迷彩が施されていたけど、結局意味をなすことはなかったのね。また天城の飛行甲板に直撃弾が2発、その他の艦艇も大損害を受けたぜ。4日後の28日にも米第38任務部隊の艦載機約950機にも及び、それに加えて B-29、B-24 約110機による大規模な空襲があった。この日も343航空隊は迎撃によって22機を撃墜したが、空母天城に直撃弾1発、資金弾5発が命中し浸水が発生。普通なら対処できる程度の浸水だったが、この時天城に十分な乗員が配置されていなかったため、浸水は止めることができずに転覆してしまったぜ。人員不足って恐ろしいのね。重巡洋艦トネも左舷後部に直撃弾2発と資金弾6発が命中。一時は傾斜が20度近くにもなり転覆する恐れがあったが、海軍兵学校から応援及び注水作業を経てなんとか着底させることに成功。また、青葉も直撃弾4発が命中し艦尾が吹き飛ばされた状態で大破着底。青葉はレイテ沖海戦での損傷がまだ治されていない状態だったのよね。これもこの時期の連合艦隊の艦艇が資材と人員不足に悩まされていたのかがわかるわ。他には軽巡洋艦大淀も命中弾多数で横倒しになる形で着底。また後に護衛艦若葉となる駆逐艦なしも沈没。日本海海戦で活躍した一等巡洋艦出雲が資金弾により沈没。大淀は横倒しになった後も命中弾を受けたのよね。これもアメリカ軍の攻撃の激しさを物語っているわね。他に未完成空母阿蘇、軽巡洋艦北上、八雲、駆逐艦酔月、カバ、朝顔、潜水艦404が損傷した。これらの他に呉市街や交渉も大損害を受け、この呉空襲により日本海軍は名実ともに消滅したぜ。その後、広島、長崎への原爆投下で国土は開陣となり、ソ連参戦で最後の望みも失われ、ついに日本は降伏を決意したぜ。まとめると日本海軍は軍艦の修理と燃料補給ができなくなって、残った艦艇も破壊され、海軍の戦闘力が零に等しくなり、日本は完全に制海権を失い、もう戦う術をなくし、呉空襲は日本海軍の息の根を止める決定打だったのね。そういうことだな。このチャンネルではこれからも戦史の解説に注力していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいぜ。リクエストや指摘、感想もお願いいたします。メンバーシップへの登録もお願いします。ではまた。